グーレジェ、阪神楽天優勝させてるのがすごいと思う。いろいろと言われるけど楽天で日本一になったのはすごい。巨人倒して日本一で本懐を遂げてしまったね。普通にレジェンドよ、阪神で優勝させるとかすごいもん。今の阪神の戦力なら余裕。そもそも3球団優勝させた監督が歴代で3人しかおらん。今の阪神はさすがにきつくないか。あの当時の阪神より簡単やろ。阪神からしたら暗黒時代から4位、1位で引退したマジモンの神や、今後も星の異常の監督が現れるとは思えん。何がすごいっていちいち盛り上げてくれるよな。昔の人間感すごいのになぜか好かれてるし。星野が監督してから現在まで、甲子園の動員ほぼ毎年300万人超えるようになったんよな。あの阪神が不人気球団だったとか考えられんよな。2003年のフィーバーぶりは今見てもすごいわ。名将の中の名将やな。率いた3球団全てで優勝なんて誰もできんやろ。梨田も楽天で優勝できていればな。阪神を日本一にしてないのがね。かなり惜しかったけどな。当時の大栄は史上最強やからしゃあない。100打点カルテットに4本柱やで、あの始まり方で最終戦まで持ち込んだのがすごいわ。でも役割的には GM みたいなもんだよな後半は。GM として極めて有能よな。采配は別に特別いいとは思わんけど、トレードとか FA とかはうまくやったよな。GM の先取りだったと思う。改革してることが多い。ユニフォームの刷新、海外キャンプ、ドジャースとの提携、海外留学、大型トレード、外様コーチ。チーム作り直すなら多分星野が一番うまい。フロントに金出させて結果も出してるんだから有能やろ。チームを一から変えれる監督なんて今じゃいないだろうな。フロントの考え方まで変えれる。まあ星野いなくなった後の阪神は谷町のやりたい放題、楽天は水谷のやりたい放題に戻ったけど。腹くらいかな。星野は地元政財界に根を張ってスポンサーとか連れてこれるから、フロントまで改革できる力あったのがすごかったな。星野が去った後のチームが強奪金満球団化するのもお約束や。星野がいると意外とこんな額でも来るんやなぁということと、金かけると強くなるんだなぁという2点が学べるからな。星野は政治力がすごすぎる。ああ見えてかなり根回しがすごかったり人たらしなんやろな。鍋爪も落としとるでな。阪神監督時代の外野 OB をどうこなしてたん？野村は何もできんかったけど。確か星野が挨拶行ったんだろ。あんまりガヤガヤ言うのやめてくれって谷町にも言ったらしいし。 V 点を止めた主役、引退年に優勝、30代で監督、落合を獲得、立浪を強要し優勝、ドーム野球のために完全分業制をシステムとしていち早く確立、阪神で優勝して歴史を変える、獲得した落合が黄金期を作る、楽天で史上初かつ唯一の日本一、完璧超人でも理想の上司でもない欠点だらけの人間だけど、プロ野球に残した足跡という点では大長島野村川上に次ぐレベルやろ。政治型、根本星野、采配型、三原落合、育成型、川上野村、モチベーター型、工藤原。原は政治と采配の間くらいちゃうか。星野はマジで過小評価されてる。時代も球団もリーグも全部違うのに、全てで一度は優勝してるってヤバすぎやろ。